はい、皆さんこんにちは。ミカミックスです。テンションが低いですけれども、バイオハザード7体験版をやっていきたいと思います。いや、なんか本当はね、やりたくないといえばやりたくないんだよね。怖いから。ちょっとオプションを見てみましょうか。てか操作方法とか全然確認してないんだけど。まあいっか、なんかちょっとやってみて。やりづらかったら変えていきましょう。では、ゲームスタート。なんかもういきなりなんか嫌なんだけど。ちょっとテレビの音量を上げようかな。なんか音声的なのが全然聞こえてないんだけど。あ、このくらいでいいか。なんだこいつは。あ、俺手錠につながれてるってこと？あいつも手錠につながれてんじゃん。おお、こべ。これ、一歩間違えたら手が切れるよ。え、何？結局手錠外れた？外れてなくない？体験版だからか、ちょっとロードは長いっすね。てかめっちゃ長いんだけど。バイオハザード7。ビギニングアワー？始まりの時？お方から逃げろ。逃げる系か。あ、動かせるね。ダッシュとかは？あ、これでなんか。奴らを石で叩き殺す。回すとか。ああ、こんなんあんだ。なるほど。あ、これ上と下ちょっと逆にしたいな。下を押すと。あ、でも大丈夫か。まあ戻して。カメラ操作。テレビが。一応電気は通電してる。あ、上と下やっぱ反転したい気がするな。ビデオテープを持っていない。あ、ビデオテープがあれば再生できるってことね。ちょっとオプションで、上下だけ反転させたいですね。これはカメラ操作方向。左右反転じゃなくて、上下反転。これがね、やりやすいです。要は下を倒すと上向くっていうやつですね。これでやっていきましょう。とりあえずここどこだ？ん？やっぱね、視界が狭いっていうのが嫌だなぁ。あ、配電盤みたいなのちょっと調べてみますか。ヒューズが抜けている。ああ、じゃあどっかからヒューズを見つけて、ここにセットしろと。で、通電されんのかな？え、何？なんか音するよね。いや、マジやだわ。ドアを開けるとか。え、なんでちょっとしか開けないの？え？お、怖い。いやー、ちょっと。あ、そうか。今回の視点はあれですね。自分の姿は見えないやつですね。なんて言うんだっけ？一人称視点的な。これは？
特にない。いやー、ちょっとなんか武器になりそうな。てか最初のさ、オープニング的な下りは何だったの？ウェイクかこっちを調べるか。あとはそのゾンビ的なものがどこで出てくるかっすよね。そもそもゾンビなのかすらわかんないし。開けるか、冷蔵庫。うわー、何これ。閉じよう、閉じれない。お、電子レンジ。うわー、これカラス、なんでそんなの入ってんの。あ、閉じれるね。ダッシュとか押し込めばダッシュするのかな。あそこの扉に行ってみますか。ちょっとまず恐る恐るだよ、周りを見ながら。おお、普通に開いたな。ダンボールの中とかは特になしか。電球は来てないっすね。これ光照らしてるけど、懐中電灯みたいなの持ってんのかな。これ何？特に分からん。これ外出れんの？出られそうだか、鍵がかかっている。てか目的が分からん。まあ逃げるっていうのはあるけど、何を探せばいいんだ。まずヒューズを探すのか、鍵を探すのか。あとこういうのもね、地理的なものもね、覚えていかなきゃいけないんで、どの部屋がどこに通じて何があって、そういうの苦手なんですよね。簡易マップみたいなのないのかな。上になんか光ってる、赤い。ああいうのもなんか近づきたくないな。そもそもここ何なの。なあ、マネキンか。なんかああいうのもいきなり倒れたりするんすよね。これ何、押していいの。何て書いてある、反応がない。あ、そうか、電気が来てないから、まず通電させないとやっぱりいけないのかな。あ、これは懐中電灯で照らしてんのか。やっぱ懐中電灯持ってんだね。ってことはやっぱヒューズだな。ヒューズを探そう。おお、もうやだよ本当に。一番最初のところまで戻る？どっから来たっけ？こっちか。あとは、これ何？お？なんだよもう。最初に戻っちゃう？あれ、これは何？うわ、なんかやだな。あ、いける？あ、いける。暗っ。てか、めちゃくちゃ広い家だな。うわぁ、こんなところ捜索したくない。カーテンの裏とかマジ嫌なんだけど。待ってよー。カーテン、何か差し込めそうだ。あー、なんかバルブ的なのかな。何これ、自転車、一輪車。水が出てんのか。水道代とかどうしてんだろう。よく止められないよな、水道。水道局の人は管理ずさんだな。ちょっと他のところ行きますか。てか、マジ何にも進んでないよ、まだ。結局、
分かったことといえば何も分からないってことだけ。ハンドガンの弾。いや、弾だけあってもしょうがないからね。ん？アイテムスロットの確認。あー。これ何？ハンドガンの弾2って書いてあるけど、これ2個だけ？あ、これで、できるんだね。これセットしろってこと？アイテムを調べます。いや、いっぱい入ってるけどね。まあいいか。まずだってハンドガン見つけないと話にならないからね。こういうところとか結構なんか無理やりいけないのかね。これはまたなんかいけなそうなあれだけど。ああ、鍵がかかってるね。いやー、ちょっともう全部捜索したよ。もうこれ以上捜索したくないよ、本当に。え？あとどこ？いや、もう今までのバイオシックスとかと全然違うわ。めっちゃ怖いわ。こっから来たんだよね。最初の部屋でもう少し。あー、なんか光ってる？わけではないか。ただ反射しただけか。結局最初の部屋に戻ってきて。あれ、これなんだっけ？ああ。これなんか関係あんのかね？石で叩き殺す。石とか言ってもな。で、あそこがヒューズがなくて。で、ビデオテープも特に持ってなくて。ピアノ弾けんのかな？おお。何？特に何もない。ただの怖がらせ。いきなり詰まったんだけど。ここはだってあれでしょ？あ、2階は、あ、そっか、2階は行ったけど、電気が通ってないからやっぱりヒューズだな。ヒューズを探すか。調べられるところがわからない。だってこの中とか、もう閉めちゃおう。で、上は？開かない。だって電子レンジの中とかも、これないっしょ、何にも。ないよね。閉めとこう。怖いから。で、ここも一応水が出てるね。あ、水を閉じて。水道代はね、やっぱりバカにならないからね。節約しておきましょう。なんか、虫がいた、今。これ開けてみる？いや、絶対開けたくないんだけど、何これ？ うわぁ！ もっとさ もっとうわぁってなるでしょ。ゴキブリが手にひっついたらさ、そんな冷静じゃいられないよ。なんか、よいしょよいしょみたいな感じで払ってたけど。なんか音がするのは音がするけどな。なんだ？ここが開けられる。あ、チェーンで固く閉ざされている。いろいろあるんだけど何にもできないな。いや、これはちょっと何にもしないで終わりそうな勢いがあるけど。だって結局またここに戻ってきて。あ、チェーンカッター手に入れた。よし。うわ、待って、なんだよこいつ。てか、これもなんだ。よく見ると、何これ、意味わからん。まあいいや。とりあえずチェーンカッターを手に入れたから、さっきのところを開けると。で、これなんだ。こうか。
うわ、やだ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 。何が出てくんの？あ、ビデオテープ。なるほど。ハイヤ取材。ビデオテープを見ると、多分なんかヒントが出てくるんだな、先に進める。で、大体ね、こういうの手に入れて、じゃあ戻ろうかってなった時にね、なんかが出てくるんだよ、その帰り道に。こう、部屋に入った時とか。うわ、やだ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 。大丈夫か？一応ここの電気は来てるね、そういえば。テレビだけ。ビデオテープ。あ、で、うわー、あ、これさっきのじゃん、一番最初に出た。違う？時刻とかが違うのかな。うおー、怖いよ。こっち大丈夫か？心配するな、ピート。いいか、素人なんかいらないんだ。ヘマするなよ。あまり論二の舞はごめんだ。ちゃんと音を拾え。2年も前の話だろ。アテレコはしない。こんあなれ、やつ俺動ける。認めないぞ。またかよ。いつでもお前をクビにできるんだぞ。何時に来たの？確認だ。屋敷内を一通り映して導入シーンを撮る。いつも通りだろ。なあ、今度こそタイトルちゃんと言ってくれよ。心配するな。今宵のスーパーゲーターズはクソったれゴミ屋敷の情報満載。どうだ？最高だ。何が最高なの？こいつらなんでこんなテンション高いんだよ。回ってるか？回ってます。よし、行くぞ。出鼻をくじかれたな。ちょっとどいて。しまって。おお。先どうぞ。いや、後ろから行くよ。で、なんでボロ屋なんかに？資料読めよ。必要ない。ただの幽霊屋敷だろ。子供騙しだ。なんで俺がキャスターだったんだぞ。週末の代理だろ。メインじゃない。なんだ？別に。ん？これ今いるとこ？今度のシナリオは？廃墟の農家に消えた家族、怪しい事件の匂い。お決まりさ。この家はいつから廃墟だって？3年前だ。倉石、これ取ってくれ。つなぎの絵になる。何何何？つまり、あ、田これさっ舎きののあれ一だ、家ゴキがブリ謎がの出て失きたやつ踪か。か。田舎者じゃない、レイカー家だ。ジャックとマーガレット夫妻、静かに暮らしてたようだけど、息子のルーカスは悪い噂が多い。これ不ちな良みにだったら今しい自な。分普通に自分の意思で動いてますね。え？ああ、なちょっんと待って、いだけない。よ。いい靴なんて履いてくるんあ、じゃこっちなかっか。たよ。ちょっと待って待って、置いてかないで。痛えな。病気になっちまう。あ、いたいたいけたいどた。まあ、いい背景が取れそうだ。アンドレ、どう思う？アンドレ、あれ、先行っちゃったよ。アンドレ、え？アンドレ、マジクか。ランシー、アンドレ見たいか？や、先行った先行った。こっち行ったよ。どこ行った？たく、何考えてんだ、あの野郎。あいつとは二度と仕事しないぞ。プロデューサーはいくらでも買いが利くんだ。カメラマンのお前と違ってな。カメラマンちはゃんとつ会い話てが聞かこないい。んだ。まあ、技術的なことが必要だからかね。ああ、こっち入ってってるね。てか、アンドレどこ行ったの、マジで。おっと。なんだ今の。聞いたか？いや、聞いた。アンドアンレ、ドレ。どこ行った？暗いな。アンドレ、どこにいるんこれだ？今ビデオテープ見てる部屋っすよね。
うわー、やだ。一応こいつを追っていこう。え、なになになに？暖炉？なんだこれ？ん？なんかある？ん？マジで勘弁してくれよ。お。よし、こうしよう。アンドレを見つけてさっさと帰るぞ。番組はもういい。隠し通路的なやつか。なるほど。へえ。しゃがむ。R3。こうか。で、立つ。なるほど。ん？これ何？あ。先に行け。俺がはしごを降りるから、その絵を撮るんだ。だから、俺っすか？先に行マジっけ。すか？いやー、これが部下の辛いとこだな。上司の命令には逆らえない。てかさ、両手使ってるけど、ビデオどうやって撮ってんの？見えるか？いい。なんだ？え、なに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 、やだよ。早く降りてこいよ。早く来いよ。絶対降りてこないよ、あいつ。ほんと、こういう時だけね。あ、本当にいるじゃん。おい。え、大丈夫か？おい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 。うわ。アントレ。え、なんかいる。でさ、このビデオテープがまた保管されていたっていうのがあれだよね。あ、なんかある。あ、お前を石で叩き殺す。あ、そういうこと、石で叩き殺されたの？アンドレとか。で、俺はそもそも誰なの？やっぱりさっきのとこ行かなきゃダメ？ここだよね。え、しゃがむ。ああ。なるほど。入るか。しゃがんで。立つ。ちょっと待って、ハンドガンの弾を手に入れたけど、そもそもまずハンドガン探したいよね、ハンドガン。で、あ、勝手口の鍵？はしごはなくなってる。取り外されてるね。下には行けない。で、鍵を手に入れたから勝手口へ向かうと。そういうことか。じゃあまた勝手口へ行く途中を警戒しないといけないな。そのまま行くか。おい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 
ちりいいんだよね。あの鍵がかかってたところ。うわっ、うわっ、びっくりした。マネキンか。走れる？一応これ走ってんのかな。走れ走れ、逃げろー。どれ、これか。うわうわー、すごい。やられた。マジか。安心させといて。あ、それで、ね、これは何のシーンなの。とりあえずこの包丁を持って。うおー、ベル、もう意味がわからん。
え、ウェルカムトゥザファミリー2017年。あ、これ発売日だね。2017年、ジャニュアリーだから1月の26。え、これで終わり？バッドエンディングって書いてあるね。よく見たら上に。勝手口から何？じゃあ出ちゃダメってこと？トラップあれ。初見殺しだね。はい。というところで、まあなかなかちょうどいい時間で、バッドエンディングを迎えてしまいましたが、マジ怖いわこれ。マジ怖い。これね、なんかね、なんかのコメントでね、体験版やって買うのやめようと思いましたとかね、コメントした人いるけど、これマジわかるわ。超怖え。今までのバイオと全然違いますね。で、まあ、もし、やる気力があったら、グッドエンディングを目指して、頑張っていきたいと思います。今回は残念ながら、バッドエンディングということになってしまいましたけれども、これで終了したいと思います。いやー、マジ怖いわ。ご視聴ありがとうございました。